皆様こんばんは。本日はガイタメ .com のオンラインセミナー生中継だよ米雇用統計にご参加いただきましてありがとうございます。セミナー開始に先立ちましてガイタメ .com からのお知らせです。ガイタメ .com では口座開設キャッシュバックキャンペーンを実施しております。対象期間中にガイカネクストネオで口座をご開設の上、条件を満たしていただくと新規注文の取引量に応じて最大10万2000円のキャッシュバックをいたします。こちらは当社で初めて口座を開設するお客様がキャンペーンの対象となります。続きまして無限大キャッシュバックキャンペーンのご案内です。こちらは新規取引合計に応じてもれなくキャッシュバックさせていただくキャンペーンになります。例えば米ドル円の新規取引量が100万通貨、1000万ロットの取引の場合、400万円をキャッシュバックいたします。本キャンペーンは、エントリーフォームよりお申し込みしていただいた方が対象となりますので、皆様のエントリーをお待ちしております。キャンペーンの詳細は、ガイタメ .com ホームページでご確認ください。それでは大変お待たせいたしました。生中継だよ、米雇用統計、スタートです。皆様こんばんは、佐藤真理恵です。ガイタメ .com 総研より生中継だよ米雇用統計をお届けしてまいります。さあ6月に入って今日、関東甲信地方そして東北北陸東海と梅雨入りしましたね。5月の相場はですね円高一直線でしたので、今月の相場は雨模様になるのか、はたまた潤う相場になるのか気になるところです。というわけで今晩もどうぞよろしくお願いいたします。さて当番組では毎回アメリカの雇用統計について前回のおさらい、そして今回の見どころなどを交えながら発表時のポイントなどを皆様と一緒に確認してまいります。さらに皆様からのご質問にもできる限りお答えしていきたいと思います。今回の配信からですね少し配信方法が変わっております。ご質問があります方は YouTube へログインしてチャット欄にご入力ください。そしてニコニコ生放送でご参加の方もログイン後にチャットに記入してください。こちらでは2つのチャットをチェックしてまいりたいと思います。解説はおなじみガイタメ .com 総研の神田調査部長です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、前回の雇用統計は10連休真っ只中でしたね。はい、雇用統計まではねあんまり波乱なくゴールデンウィークも過ごせたかなと思ってたんですが、うん、まあ、最終日でしたかね、うん、トランプ大統領が、ツイッターで爆弾を落としましたんで、そうでした、ちょっとあれになってきましたけどね。はい、まあ、今回の雇用統計はどうなるのか、解説していただきたいと思います。はい、本日はですね番組初登場、米系外銀にて20年にもわたりチーフディーラーとして活躍された今野実さんにご出演いただきます。米雇用統計の見通し、また直近のマーケットトピックについてもお話をいただきたいと思っておりますので、どうぞご期待ください。前半は市場予想の確認、そして皆様からの質問コーナーを交えて発表時間を迎えまして、後半は今野さんの相場見通しを伺う予定です。そして番組の最後にはアンケートにご回答いただいた方に抽選で Amazon ギフト券をプレゼントする告知をいたしますので、どうぞ最後までお楽しみになさってください。それではいつものように前回の米雇用統計とドル円相場について振り返ってまいりましょう。こちらをご覧ください。はい、前回はですね失業率が 3.6%、 非農業部門雇用者数が26万3000人増、そして平均時給が 0.2% 増、前年比プラス 3.2% ということで、神田さん、この結果に対する市場の受け取り方とドル円の値動きはいかがだったでしょうか。そうですね、はい、まあ強いものと弱いものとか入り混じったんですが、はい、結論から言うと市場はちょっとこの失望というふうに受け止めたのかなという印象でした。ただですね、うん、失業率に関してはもう 3.6% っていうのは1969年、はい、12月以来ほぼ50年ぶりという低水準でしたし、雇用者数に関しても26万3000人増ですから予想を、ね、はい、7万人以上が回ったという状況でした。ただまあ、ね、先ほどから話に出てますように、はい、平均時給の部分ですね、一番下の2つ、
前月比前年比ともに伸びが予想を下回ってしまったと、うん、ということで、また多分マーケットの方は、長期金利が低下しましたんで、はい、これはインフレはあんまり進まないと、すなわち FRB は、年内に利上げを再開することはないよねっていうムードになったんで、はい、ドルが売られたと、うん、いう形だったかと思います、はい、発表後の反応はこうですよね、失業率と非農業部門雇用者数に反応して瞬間20銭ぐらいですかね、ドルが買われたんですけれども、はい、もうすぐに上げ幅縮小から下落に転じるという動きになってます、うん、やはりその長期金利が低下した後、この後に、ね、発表になったその ISM の非製造業景況指数、これもちょっと予想を下回ってしまったんで、ダブルパンチで、はい、ニューヨーククローズにかけては111円ギリギリのところまで、下げてしまったという、うん、はい、そして今回の市場予想値をご案内する前に先行指標の方を確認していきましょうか。はい、はい、先行指標がちょっと気になる数字が出ていますね。そうですね、ISM の、はい、製造業非製造業ともにその雇用指数に関してはもう4月から上昇してますんで、うん、つまり改善しているということなんですが、はい、新規失業保険申請件数はいずれも4月からややかで、一番気になるのはやっぱりこの ADP、 そうですね、桁が違いますので、一瞬間違いかと、はい、27万1千人増だったのが、はい、5月は2万7千人増ですから、10分の1になってしまったっていう格好ですよね、はい、こうなると雇用統計差はどうなるのかってちょっと不安、も出てくるというところかと思います。はい、はい、そして今回は、はい、いつも後半にお話ししていただいている神田さんの内緒話をこのタイミングでしていただける、はい、ということで、はい、はい、ということは今のね、ちょっと ADP ここに関係してくるお話をちょっとさせてもらおうかなと思います、はい、今回はちょっとこういう時は発表前のコーナーということで、ちょっと手短に行こうと思います、はい、FRB の年内利下げ観測がここに来て浮上してきてことでですね、今回の雇用統計非常に注目度が上がっていると思うんですが、はい、さらに今、ね、ちょっとお話しした ADP 民間版の雇用統計、これがちょっと信じられないぐらい弱い、そうですね、気になりますね、一段と今回の雇用統計どうなるんだろうっていう不安と期待と入り混じる形で注目度がアップしていると思うんですけども、はい、このグラフはですね、青い棒グラフが雇用統計、はい、政府版の雇用統計の民間部門雇用者数です。普段は非農業部門雇用者数に注目が集まるんですけども、はい、ADP と、こう対照をさせるために、はい、雇用統計の中の民間部門の雇用者数をちょっと抜き出してみました。 ADP っていうのは民間企業の雇用者数を示しているということですから、はい、それに対応させてみたということですね。でオレンジ色の部分がそのADP の民間雇用者数、各月の各月のものをこうやって同じように、くっつけて並べてるんですけれども、はい、どうでしょう、青い棒グラフとオレンジの棒グラフ、なんとなく揃ってるようにも見えるし、バラバラのようにも見える、うん、よく見るとバラバラなところが多いですね。そうですね、そう言ってしまうと話が終わってしまうんですけど、ご存知かもしれませんけど、はい、ADP の雇用統計っていうのはこの雇用統計の非農業部門雇用者数を予測するために作ったというふうにも言われます、はい、調査方法も集計方法も同じ、うん、企業のその給与支払い台帳をもとにして調査しているということなんですけれども、はい、であれば概ね同じ傾向に本来であればなるはずですよね。そうですよね、こんなばらつきがあって、うん、サンプル調査なんでその多少の誤差は出るのはしょうがないかなとは思うんですが、はい、そうは言っても結構ばらつきがあるように見えますよねということですよね、はい、で、そこで過去3年分遡ってそれぞれ同じ月のものをですね、相関係数を求めてみました。 Excel でちょっと計算してみただけなんですけど、相関係数 0.37 ということですね、うん、0.37 ってどのように見たらいいんですか。そう、相関係数っていうのは、はい、プラス1が正の相関、うん、マイナス1が負の相関、はい、0だとほぼ相関なしというふうに表されるんですね、はい、つまり 0.37 の相関係数っていうのは、0に近い。そうですね、微妙ですね、あんまり
相関性ないよねという結論になってしまうんですよね。はい、で一番右のオレンジ色のグラフがもう非常に短い2万7000人増、5月の最新の分ですね、おととい発表になった分ですね、はい、まあ、ここの隣に並ぶ青い棒がどれぐらいになるかっていうのは、まあ、はっきり言って分かりませんよねと。うん今年もですね、2月は逆のパターンで、青い政府版の民間、はい、雇用者数が4万人前後だったのに、うん、ADP は20万人を超える、うん、こんなケースもありました、うん、で今回逆転する可能性もあるということですから、うん、まあまあちょっとどうなることやら、データから見る限りはあまりこの ADP の2万7千人増にこだわらない方がいいのかなと。これをもってよしドルを売っといてみようというのはちょっと考えてもらった方がいいかなと、こんな気がしています、はい、どうしても雇用統計の前哨戦なのでチェックされている方は多いと思うんですけれども、うんね、はい、ここまで相関関係がないとなると、ね、うん、あんまりこの数字の弱さに気にしない方がいいかもしれない、ね、かもしれないですね、まあ、これはもう本当に何とも言えないんです、はい、まあ9時半になってみないとわからないことではありますが、はい、ぜひご参照いただきたいと思います。神田さんありがとうございました、そして、こちらがですね、今回の雇用統計の市場予想値となります。こちらをご覧ください。失業率が 3.6%、 非農業部門雇用者数が17万5000人増、そして平均時給が前月比プラス 0.3%、 前年比プラス 3.2% ということで、これはどのようにご覧になっていますか。まあ、そのマーケットもちょっとこう迷ってる感じですよね。非農業部門雇用者数に関しては、まあ、17万5000人増、うん、まあ、こんなもんかなという感じですよね。先ほどの ADP 2万7000人増でしたから、うん、はい、ちょっとこう予想を引き下げるような動きもありましたけれども、うんうんうん、まあ、過去3ヶ月の雇用者の増加幅の平均というのが16万9000人ぐらいですから、はい、まあ、ほぼその平均並み、まあ、巡航速度並みの増加予想にせざるを得なかったって、こんな感じに見えますよね。そうですね、今回に関してはやっぱりちょっと利下げの話が出てきてますんで、うん、時給というよりももしかするとその雇用者数の方にちょっと注目が集まっているような気がしています。なるほど、はい、分かりました、はい、それではですね、ここで皆様お待たせいたしました、ゲストのですね、今野さんにご登場いただきたいと思います、今野稔さんです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらへどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、今野稔さんはですね、1977年に大学ご卒業後、42年間にわたってマーケットの最前線におられている方です。皆様ご存知、坂尾隆夫さんの部下としてご一緒にマーケットに対峙していらっしゃった、まさに為替界のレジェンドです。今日は遅い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、今回の雇用統計、注目点はどんなところだとご覧になっていますでしょうか。雇用統計自体で言えばですね、はい、先ほど数字が出てましたけども、ISM 関係の強い数字と、うん、ADP の弱い数字、どっちに寄っていくんだろうというところがまさに分からない、はい、今のところではどっちに向くのか分からないんで、まあ、反応が強い弱いで、うん、極端なところが一時出てくる可能性があるかなと思います、うん、ただ直後、その直後の反応とですね、はい、やっぱりその少し時間が経ったところで株価の動きとか債券の動き、まあ、その株価を見た債券の動きとか、そういったところを冷静に判断していかないといけない相場なんじゃないかなという気がしています。うん、要するに数字で出てくるリスクオン、リスクオフの数字と株価の動きが逆になっちゃうかもしれないんで、はい、まあ、数字自体もそうですけども、その後の反応をちょっと注意してみたいな。もしその声時計が弱いと、はい、利下げ期待が高まって株が上がるというケースもあるということですね。そうですね、最近の動きがまさにそんな形になってますね。うん、先ほど神田さんもおっしゃっていましたけれども、10連休の最終日にですね、はい、米中の対立が表面化しまして、で雇用統計というのはだいたい12日前後の集計だということを伺ったことがありますので、はいはい、それを考えると今回の雇用統計はこの米中貿易摩擦を織り込んでくるというふうに考えてよろしいんでしょうか。直後あまりにも期間がなかったんで、うん、はい、非常に微妙だと思うんですよね。
だから1週間もっと1週間2週間後であれば非常に悪いセンチメントが雇用関係のところにものに出てくるのかなと思うんですが、はい、あまりにもちょっと日がなかったんで、うん、それも含めてちょっと微妙な、うん、まあ、数字が実際その ISM の数字とか ADP だとか PM PMI とかっていうのを全部見ていくとみんなこうどっちなのかな分からないな、結構バラバラですよね。そうですね、うん、こんな形なんで本当データ語勝負みたいなそんな形かもしれないですね。なるほど、はい、直後は、はい、でまあ、今回悪いと、まあ、その利下げの観測が膨らんでしまうんじゃないかということ で、ね、まあ、以前も、ね、利下げ観測が膨らん で、はい、でまた収束したことがありましたけれども、はい、その時とやっぱり状況というのは違いますでしょうか。今回はちょうど自分の相場のところでも話をするつもりなんですけども、すでに2回利下げを2回ぐらいを織り込んでしまっているというような状況なんで、はい、かなりマーケットは先走ってるかなって気はしないでもないんですよね。あ、なるほど、はい、まあ、そういったところも含めて、まあ、どのぐらい弱ければさらに何だろう織り込んでいくというのか、さすがに3回、年内3回というのはないと思うんで、はい、あれですけども、もう完全にその 100% のところまで近づいていくような動きが出てくるのかどうかというのを含めて、ちょっとまあ注目かなという気がしますね。ただ市場関係者の、ね、知り合いの方々とお話していても、失業率が 3.6% で ほぼ50年ぶりの水準がある中 で、ね、本当にレドが利下げするのか、あ、本当そうですね。これはちょっとね、いつも話題になるんですけど、実際 FRB のメンバーに言わせれば、まあ、10万人以上で雇用者数が伸びてれば、はい、もう絶対的には失業率を下げる力がまだあると言われているぐらいなんで、うん、まあ、今回もそのノンファンペイロールが弱いことが出ても、うん、まあ、ADP みたいに 2.7 とかですね、何万人ぐらいまで下がっちゃうと、えっと驚くかもしれないですけども、10万人台だったらそんなに大きな反応にはならないかもしれないなっていう気もしないではないんですけどね。なるほど。この利下げの例えばスケジュール的にはどのように考えていらっしゃいますか。もう9月のところまでで1回利下げをするというふうに、はい、フェデラルファンドレートの先物金利からいけば織り込んでるなっていうところですね、はい、ちなみに今ですねこれが、はい、じゃあちょっと我々だけごめんなさい、マニさん見えるんですけど、はい、6月の利下げの確率織り込み度合いというのが 21.3% で、うん、これが7月になると 65.4% に上がるということなんですね、うん、で9月はもう 92.2% という状況です。そうですね、そこまでもう1回目は織り込んできているというところなんで、はい、この雇用統計の結果と6月今度18、19が FOMC ですかね。そうですね。この結果を踏まえてもしかして7月に利下げするんじゃないかっていうふうに見てるっていうことになりますよね、マーケットは。あと7月の30、31日だと思うんですけども、うん、7月の FOMC が そこのところで次回の利下げっていうか、まあ、方向を完全に利下げにもう一回舵切り直すよっていうことがなんか出てくるかどうかっていうのは7月の注目材料なのかもしれませんけどね、うん、なるほど。まあ、パウエルさんは今のところ適切に行動するとおっしゃってるだけで、はい、必ず利下げするというふうにはまだ表明はしていないんですけれども、 でもこれだけ9月は織り込んでいるということはかなり可能性としては高いということですよね、うん、まあ、常にマーケットが正しいかというと結構ね数字次第で変わってきちゃうこともあるんで、はい、まあ、今はそうなっているというふうに理解しておいた方がいいのかもしれないですね。少なくともこういう織り込みになっているってことは今後6月7月8月にかけてやっぱマーケットがどこのマーケットも結構大きく動く可能性があるっていうことになってきますね。そうですね。なるほど。まあ、その貿易摩擦の問題が、まあ、どの程度長引くのかっていうところも気になりますけれども ね、 そうですね、はい、もうトランプさんは自分のことをアイアム関税マンというふうにおっしゃっていて、タリフマンですね、はい、なんかその言葉からすると、ね、なんかやる気満々っていう感じがするんですけれども、うん、当面長引きそうですか。やっぱり来年の大統領選までどうしてもそこが本丸だと思うんですよね、はい、トランプさんの政策が、うん、グローバルに向いているというよりも自分 の、 国民でありその中の自分の支持者に向かってなんか政策を打ってきているという気がするんで、うん、はい、まあ、これからもいろいろとまだ
ね、出てくるんでしょうね、うん、思いがけないところの話が深めて、ね、この中国との貿易戦争のおかげかなんか分かりませんけど、トランプさんの支持率は過去最高に上昇してるらしいですよ ね、 そうですね、 14% まで上昇してるらしいですね。ということは、まあ、18日にまた大統領選挙の表明がありますけれども、その時までそういう強気な姿勢は当面続くと見ていいですか、まあ、来年までじゃないですか、うん、その先まででしょうね先まで、はい、その先までということですね、と思いますね、はい、そして、まあ、メキシコから の、 その輸入品に 5% の関税ということも、まあ、先送りにはなりましたけれども、はい、かなりマーケットが動揺したのではないかと思うんですが、そうですね、はい、先送りになったとしても、米中の貿易戦争というか通商交渉のあれを見ててもそうですけども、はい、またいつ蒸し返されるかわからないと思うんですね、うん、先 の、 話したみたいにやっぱり支持者を向いて政策を打ってきてるんで、はい、何か自分の支持者にアピールしたいと思った時にはもう一回そのメキシコの話を出したり、うん、不法移民の話を出して関税ということがまた出てくる可能性があるんで、うん、とりあえず先延ばしになったのかなぐらいのつもりで見ておいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね、うん、不法移民への対策だったのがこの関税の話まで及ぶとなるとちょっと話が違うのではないかなって思う人もいると思うんですけれども、そうですね、法的にはかなりグレーな、グレーですね、そうですね、ですから共和党の中でもやっぱりこれはいかんのじゃない、やりすぎじゃないっていうような動きが出て、少し議会でも反対し始めるんじゃないっていうところもあったようですけども、まあ、でもいずれにしても当面この貿易摩擦というものは目が離せない、はい、そうですね、まだまだトランプさんの政策の打ち方出し方見てると目は離せないなって気がしますね、うん、はい、まあ、そしてですね、今野さんは、まあ、昨今言われている景気減速の懸念に関してはどのようにご覧になっていますか、はい、なんですかね、いろんな数字がまだまだら模様だと思うんですよね、はい、でソフトデータというか景況感を表す数字は非常に弱いものが多くなってきている。これはもう 2,3 ヶ月前からそういう姿になってきて、うん、ただハードデータと言われている、まあ、雇用も含めてですけども、はい、実体経済を表すものがそれほど弱くないという状況なんで、それも含めて2回の利率下げっていうのはちょっと織り込みすぎなのかなっていう気がしてしょうがないんですけどね、個人的には。債券の、ね、国債 の、 その先物のポジションもかなりこう、ね、ショートが偏ってたらしいですから、そうですね、まあ、この買い戻しっていうのがちょっとここで出たんじゃないかというふうにも言われてますね。そうですね、まあ、そうすると、まあ、織り込みすぎとなるとまた巻き戻しの可能性もあるということですね、うん、可能性も数字次第ではということになっちゃいますけどね、はい、ただやっぱり雇用がしっかりしている限りは、ね、やっぱりアメリカの経済の7割支えている個人消費っていうのはもう雇用が関係しているわけですから、はい、そこが崩れない限りは、うん、まあ、そのパウエルさんじゃないですけども、はい、まあ、じっくり見ながらというそんなスタンスにならざるを得ないんじゃないかなって気がしますけどね、うん、まあ、ユーロの方は昨今ですね、景気減速に陥る可能性があるというふうに見られていますけれども、はい、この関係性としてはどうでしょうか。ただ昨日もECB のあれ出てましたけども、はい、潜在成長率を見てみるとアメリカは潜在成長率以上ですと、で健全な動きをしてますと、でヨーロッパは悪いと言いながらも潜在成長率程度の動きをしてるんですよね、うん、はい、ですから本当に弱いかと言われるとやっぱり政治の影がかなりマーケットに弱気をもたらしてるのかなと思うんで、うん、実体的なものというのはちょっとそこも冷静に見た方がいいのかなと思いますけどね。ただ政治に弱いユーロということがあるんで、はい、うん、通貨で考えればやっぱり僕自身はユーロはまだ下押しの圧力を受けやすいのかなという気はしてますけどね、うん、あと神田さんもレポートに書かれていましたけれども、ユーロは今年いろいろとこう人事が変わりますけれども、 そうですね、そのあたりの影響も気になりますよね。そうですね、はい、だからね、本当にそのバイトマンさん、ドイツ連銀の総裁が ECB の総裁になるのか、はい、あるいは
欧州委員会の委員長にドイツ人の方がなると、うん、欧州委員長も ECB もドイツ人っていうのはちょっとヨーロッパの、ね、はい、バランス的にありえないので、うん、のバランスを取るということが、フランス人の方がなるのか、ね、はい、いろんなケースがあると思うんですけど、まあ、それによってもちょっとユーロの方向変わってきそうな気がしますよね、うん、はい、そうですよね。あとイギリスの方もメイさんが今日辞任ということで、うん、代わりの方がどの程度ハードブレグジット派なのかということも気になるところですよね。もうこれは多分誰がなってもなんかメイさんよりはハードブレグジットに近い人が出てきちゃうんじゃないかなって気はしますけどね、はい、ハードブレグジットじゃないと、はい、その議会の支持を得られなくなってしまっているので、うんうん、もう今党首選に出馬している方々はほとんどがもうそのハードブレグジットを、うん、賛成じゃなくても容認の人たちばっかりなんですよね、うん、はい、ただまあその度合いの差はありますから、はい、ちょっとね、いずれにしても10月末にハードブレグジットに進んでいく可能性が結構高まってきてるんじゃないかなという気がしますよね、うん、そんな気がしますね、はい、そのあたりのこうマーケットへの影響はどのように考えていらっしゃいますか。やっぱりもう下押し圧力がやっぱりどうしても出てきやすくなっちゃうと思うんですよね。資金の流れが今でもそうだと思うんですけども、やっぱり投資家としてはイギリスに行くかって言われたら、やっぱりそういう状況の中ではやっぱり躊躇しちゃうと思うんで、まあお金をわざわざ引き上げることをしなくても、新たなお金が行かないだけでもやっぱりどちらかというと下押し圧力が強くなってしまうと思いますので、まだポンド自体は下向きの圧力を受けるんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、大きく動いた方がそのトレーダーの方たちにとってはまあそうですね、利益は出やすいかとは思うんですけれども、はい、でもどっちに動くかっていうところがやはり見極めが難しいですね。そうですね、実はなんかユーロもそうですし、ポンドもそうなんですけど、動いてるみたいで、はい、実はその結構レンジの中にいるような風にも見えるんですよね、はい、ポンド自体は今回やっぱりブレグジットの話が蒸し返されてるんで下向きの圧力を受けてると思うんですけども、はい、ユーロなんてドル円以上に動いてない気がするんで、はい、まあ、本当に少し値動きが伴ってくれた方が視聴者の方々も含めてやりやすいんじゃないかなという気がしますけどね。まあ、その辺こう、ね、政治の動きとそして、まあ、その減速懸念などもこう加味しながら、はい、うまくこうトレードしていただきたいところですよね。はい、というわけで、3分ですね、あと、はい、まあ、今回はですね、まあ、その ADP との相関関係は、まあ、あまり、ないとはいえ、やはり ADP が悪かったのでちょっと気にしている方多いと思うんですけれども、発表時間まであと3分を切りました。インターネットをですね、使った映像配信を行っていますので、受講されている皆様へは少し時間が遅れて映像配信されます。発表結果を受けた為替変動につきましては、ぜひ皆様のパソコン、スマホのレート、チャートでご確認いただきたいと思います。というわけで、直前にはなりますけれども、改めてこちらの事前予想のおさらいをしておきましょうか。はい、失業率が 3.6%、非農業部門雇用者数が17万5千人増、平均時給が前月比プラス 0.3%、 前年比プラス 3.2% ということで、まあ、今か今かと待ち構えている方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、はい、河野さん、このタイミングでのこうトレードの、ポイントなどはございますか。なるべく全体見たいなと思いますね、はい、NFP だけで捉えるんじゃなくて、まあ、失業率もどうなるのか、うん、で、はい、時給もどうなるのかっていうことも捉えて、もう本当に短期決戦で直後はやっていただきたいなと思いますね、うん、まあ、その後本当株の動きが次第でまた大きく変わるかもしれませんので、はい、っていうところですね、うん、はい、まあ、あと最近その雇用統計後、まあ、今回はどうなるか分かりませんけれども、雇用統計後にあんまりこう動きがないというケースが
多いんですけれども、そうですね、そのあたりは金融政策自体が雇用統計は、はい、まあ、本来は重要な指標なんですけども、はい、すぐに政策に影響するかというとそうじゃないんで、うん、そういった意味でマーケットがそんなに大きく反応しづらい状況になっているんじゃないかなと思いますけどね。うん、まあ、今回の雇用統計が、まあ、もし仮に悪いとなると、まあ、昨今言われている利下げ観測が膨らむ可能性があるということで、はい、今河野さんおっしゃってたように、うん、ちょっとこう利下げ観測が行き過ぎのように、うん、特にこの為替のマーケットから見るとちょっと ね、利下げ観測行き過ぎのように見えますから、うん、まあ、今回の雇用統計弱いと利下げ観測にこう為替マーケットが追いついていく可能性もあるし、うん、逆のパターンもあり得ると思います。そうですね、どっちに転ぶかということでかなり今回注目されている方多いのではないでしょうか、ね、はい、はい、ではそろそろカウントダウンに参りたいと思います。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゼロ。はい、非農業部門雇用者数は7万5000人増ですね。はい、失業率は 3.6% 横ばいです、うん、平均時給は前月比が 0.2% 増、前年比が 3.1% 増ということですから、ちょっと弱いですね、やっぱり。そうですね、全体弱いですね。全体弱いですね。失業率だけ、3.6 で横ばいという状況ですね。それでもドル円は108円台のまだ20銭ぐらいですか。そうですね。今野さん、この数字、はい、結果についてはどのようにご覧になりますか。ADP のところを反映したのかなと、うん、それから先ほどおっしゃってた、僕自身はちょっと時間がなかったからと思ってましたけども、やっぱりトランプさんの部分が、うん、出て以降やっぱり慎重めに政策の動かし方になっているということ、うん、要するに政策というか民間の人たち の雇用採用状況とかですね、はい、そういったところの企業戦略というのも非常に慎重になってきている可能性があるかなということを伝えているような気がしますね。そうですね、まあ、ADP の数字よりはいいということで、うん、でも悪いことには変わりない、うん、そうですね、感じですよね。前回前々回の NFP 非農業非農業部門雇用者数の数字も下方修正になってますね、うん、平均するとまだそれでもあれですかね、4月の数字が今回修正されて20万5000人ですか。あ、ごめんなさい、22万4000人か、ごめんなさい。そうですね、4月が22万4000人下方修正になってます。修正分を含めてもでもやっぱりちょっと3ヶ月平均でもちょっと弱めかなという感じですかね。まあ、そうですね、うん、マーケットのセンチメントから言ったらばやっぱり弱気の方に本来反応しやすいセンチメントなんだろうなと思うんですけども、うん、はい、それでもやっぱりこの108円台割れないところでとどまっているっていうのを見てると、うん、ちょっとポジションが傾いてるのもあるのかな。そうですね、ちょっとドルショートに傾いてきてたのかなっていう感じがありますよね、うん、だから、まあ、今日の雇用統計の前にこうやって108円の50銭前後まで戻っていたというところは少し調整を入っていた、要するに傾いて円ロングに傾いていた分の調整が入っていた可能性がある。まだそれもすでまだポジションが円ロングというか買い持ち、円の買い持ちに傾いているから、うん、なかなか108円割れるぐらいまでいけないのかなというところでしょうかね、うん、ちょっと今もみ合いが続いていますね。まあ、あとは株の動きを、そうですね、はい、あとはもう株の動きと、まあ、さらに利下げを織り込む動きが出てきて金利がどういう動きをするのかというところも含めてですね、長期金利の方はやはり今発表直後に 2.07 あたりまで、長期金利も一旦下がりましたね、はい、また4、5ベーシスぐらいですね、そうですね、はい、まあ、これでただ株が本当にだから株の支える材料になるんだってなっちゃうと
株のマーケット開けたら反対にサイドの動きになっちゃいますんでね。この数字だと、まあ、パウエル議長が、まあ、しょうがないやっぱり予防的に利下げするかっていうのもあり、うん、そうですね、といえばありの数字ですね。そうですね、うん、少なくともトランプさんからは少し圧力がかかりやすい、うん、数字になっちゃうかもしれないですね。そうですね、まあ、利下げの可能性がまた高まったといったような結果ですかね。弱い点を挙げればね、キリがないんですけど、やっぱりその週の労働時間が平均が 0.1 時間減っていて、その上で時給もちょっと伸びが鈍かったっていうことになると、やっぱりその所得の面で、ね、伸びてないので、やっぱりその消費へっていう波及がちょっと期待しにくいというふうにも評価できますよね。そうですね、失業率自体は低いと言いながらも、やっぱり実際の手取りの部分で伸びが期待できなくなると、消費のところにちょっとずつ影響するかもしれない内容ですね。そうですね。一方でいい点を挙げると、はい、その不完全雇用率っていう、その抗議の失業率が 7.1% に下がってますから、これも多分久しぶりの水準ですよね。全体的にはでも本当にまだ、本当に悪いかと言われると、まあ、ここまで良かったんだからっていうぐらいの数字ではあるんですけど ね、 ね、だからこれで今度は失業率が上がり始めるとちょっとっていう、ね、そうですね。あと昨日出てた失業保険申請者件数を見てると、まだ改善をしているような数字でもあるん で、ね、1万件台でしたね。はい、ですから平均でもその21万ぐらい、4週平均でもというぐらい堅調な数字なんで、そういった意味からいくと、本当に来月の数字でまたこれが弱い数字が続くのかどうかというのも、一月単位、まあ、月単位でちょっと見ていかないといけない話なのかなって気がしますね。今回の結果だけじゃなく、まあ、来月も見ながらっていうところですよね。そうですね、はい、ね、じりじりと円高の方向には向いてますね。108円台10銭を割り込んで、ね、108円ちょうどに近づいてきてますね、はい、他の通貨はどうですかね。ユーロ、この円高局面に、まあ5月に入って動いてますけれども、この円高局面というのは続きそうでしょうか。ポジションの傾きがさっき言ったみたいな、どんな感じなのかと、あともその IMM のポジションのスペック勢を見てると、やっぱりなんですかね、まだ円ロング、はい、円ショートだったっていうのがあるんで、ごめんなさい、円ショートだったんで、まあ、巻き戻しが出てくれば、もう少し円高の動きっていうのはあり得るのかなというか、需給から言ったらそんなあれだと思うんですけども、はい、あともこれも後ほど話すつもりですけども、日本の投資家さんがどんな動きをするのか、それ次第でその円高に拍車がかかるのか、ゆっくりゆっくり円高になるのかみたいな、そんな状況かもしれないですね。なるほど。まあ、一番大きなこの雇用統計がやっぱり弱いということになってことで、来週以降 の、 その数字が若干強くても、やっぱりセンチメントとしてはアメリカ経済に懐疑的な見方というのが続くと思うので、上値は重たいというのは続くんじゃないかなという気がしますね。と言っている間にユーロドルがちょっと高値を更新してきてますね。昨日も高値を抜けてきましたね。 1.13 台ですね、しっかりと。ドル円の方は108円の攻防感じになりそうですかね。そうですね、はい、というわけで、ではそろそろですね、今野さんの為替相場見通しのお話を、はい、していただきたいと思います、はいはい、ではよろしくお願いします、はい、よろしく、はい、お願いします、はい、
多分視聴者の方々 の、 見てる時間軸ってかなり短いと思うんで、それに比べると私が投資の世界から来たもんですから、はい、ベースにしてたんでちょっとタイムスパン長い話になると思います、うん、年間単位での話になっちゃうんでちょっとそんな浮世離れした話を聞いてもということになるかもしれないんですけども、我慢して聞いていただければと思いますが、基本的にフリップ4枚用意してるんですけども、最初のフリップに行く前に自分 の、 この3年間の相場見通しというのが基本的に動かないというのを前提にしてまして、はい、110円から115円というのをコアレンジにしています、うん、でプラスマイナス5円というのを年間の相場見通しで、ここ3年間ずっと変えてないんですけども、まあ、足元は確かに円高リスク、リスクオフでの円高っていう形の動きが出てきてるんで、ひょっとしたらシフト、下向きにシフトして108、113で、今年も112円あたりのところまで先月、先々月でしたかね、トライしたときに上値が非常に重たかったところを見てると、若干下向きにシフトしている可能性はあるんですが、うん、動かないという見方は基本的には維持しています、はい、その動かないということの前提として見ているのがこの一つ目のフリップの絵なんですけども、はい、実際この真ん中にあるピンクというかあれで染めてある部分というのはそのアベノミクスの時代です、うん、その後というのはトランプのミクスというか、うん、アメリカが中心になっている話なんですけども、単純に言うと日本の話が中心、要するに円に絡むような日本の話が中心だと、どうしてもお金の流れっていうのは円に向かってくる、日本に向かってくるということで非常に大きな動きになるんだけども、はい、アメリカの理由で動いてる時っていうのはそれほど投資家の世界でも参加者が限られてるんで、あんまり大きな相場にならないですよっていうことをベースにしてます、はい、もっと単純に言うとアベノミクスの時には世界中のお金が日本に流れてきてたんで、ドル円、ユーロ円とかポンド円とかオーズイ円とかっていうその国々から必ず円を向くにお金が流れてきてた、うん、それが足元はアメリカの話なんでドル円は残っているんですが、ユーロだったらユーロドル、ポンドドル、オーストラリアドルという形で円に絡むという需給要因というか需給に絡む部分としては金額が小さくなってくる、うんうん、その部分だけ値動きが限定されてきますよねというようなところです、はい、でこの 一番最初のところで ND 倍率って出しているんですが、単純に日経平均をニューヨークダウで割っているものです、うん、これ単純に 0.7 というところが2012年あたりのアベノミクスがスタートしたあたりなんですが、単純に言うともう7000円ぐらいの日経平均で1万ドルのニューヨークダウですよねっていうところが 0.8 になったらばニューヨークダウが1万ドルのまま日経平均が8000円ですねっていう、そんな実際の値動きとは違いますけども、考え方としてはそういう動きで、日本の日経平均の方が値動きが良かったですねっていうことを表しています。でこれは要するにその緑のラインで上がっていく場合って、右肩上がりの時には日本の日経平均に対する反応が良かったということは、アベノミクスの時には世界中の投資家、それから投機筋も株を買っている動きが非常に、日本の株を買っている動きがアメリカの株よりも顕著に現れていたということです、うん、はい、で同時にアベノミクスの時っていうのは円安ということも日本株の上昇とともに出ていた、うん、政策の一つですので、みんな要するにその日本株を買いながらオーバーヘッジで円を売っていたというところですので、非常にオレンジのラインがドル円の動きですけれども、この ND 倍率と相関高く動いているというところです、うん、で逆にこの2015年あたりをピークに下がってくる時もポジションの調整があったんで、はい、オーバーヘッジをアンワインドというか収束させる動きの中で同じようにやっぱり動いてきてました。でこの実際緑のラインが下向きに来た時っていうのは2016年のマイナス金利の導入された時1月に、そこを契機に下向きの動きが始まったと言ってもいいんですけども、うん、でこの相関が実は離れたのっていうのは2016年の11月のトランプさんが大統領になった時点です、うん、でここまでは要するに世界のマーケットに参加している人たちの目が日本に向かっていたんだけども、はい、
トランプさんが大統領になった途端に日本を忘れてアメリカが中心の話になったんですよということを物語ってて、この ND 倍率が右肩に今 0.81 ぐらいまで今下がってますけども、下がってきててもドル円って全く関係ない動きをしてきてます。ですから投資家の目っていうのは参加者がもうあのなんですかね、アベノミクスの時には世界の投機筋、それから投資家、日本の投資家とか日本の投機筋とかってみんな円を中心の話だったのが、はい、トランプさんの話になって以降っていうのは円に絡むのは日本の投資家さんが中心になっちゃってると、ですから日本の投資家さんがどうするかでほとんど相場が決まってしまっていたんで、110円を割ったところで日本の投資家さんが出てくると投機筋があのリスクオフでの円買いを仕掛けてもなかなか円高にいかないというような動きを示しています。ですからまあこんな状況の中で、ここ 2,3 年あの自分の見方が動かないんだよっていうベースにあるのがあの今のアメリカの理由だからということにつながっていくということです。で2つ目のそのフリップをご覧いただくとですね、差は去りながら、はい、アメリカの経済に非常に心配なところが出てきてますよねと、あの減速感というのが気になりますよねということのベースになっている話なんですが、これもあのいろんな新聞でも、もう取り上げられている話なんでご存知の方多いと思うんですが、はい、青く染めてあるところっていうのは経済成長率のところです。で足元は 3.2% 前年比というところですけども、でオレンジのラインが長期金利から短期金利を引いたもの、それが通常は短期金利の方が低くて長期金利が高いという状況ですけども、逆転現象を起こして逆イールドになって、あの点線でつながっている赤い線でつながっている 0% を切った時、この1年から2年後には経済がアメリカ減速してマイナス成長に落ちていることが結構あるんですと。でそのチャートをご覧いただいてもそうですけども、1989年の時に、はい、あの金利差が逆転現象を起こした時に1991年ぐらいに経済成長がマイナスにまずなりましたと、で経済成長マイナスまで落ちてないかもしれないですけども、2000年ぐらいも金利差が逆転現象を起こして 0% ぐらいまで経済成長が落ちていましたと。で2008年9年ぐらいのリーマンショックの時で、この時は、やっぱり1年2年ぐらい前にマイナス金利差がマイナスになってましたと、でそれが足元もマイナス今 0.37 になっているということで、非常にマーケットの参加者としてはやっぱりアメリカの経済これから気になるよね、だから利下げが起こっても当然なんじゃないのというような見方になっているような気がします。まあそういったことも含めてなんとなく投資家さんがそのアメリカに向かうお金が慎重になっているような感じを受けてまして、それを調査として出したのが3ページ目のフリップなんですけども、これは日本 の, ドル円の時期物出来高を表すとドル円の動きを表しています。でこれで2017年から18年の初めで青く囲ってあるところ、ここは要するに円高になった時に特に顕著に出来高が増えてますと、これって要するに日本の投資家さんがやっぱりマーケット出てたんじゃないのかなっていうふうに見えるところです、東京市場で出来高が増えてる、そうですね、はい、で実際財務省が発表している投資家別 の, 売買動向というか、それで見ていくと外債の投資として2019年の1月から4月っていうのが、昨年の2018年の時には 2.6 兆ぐらい4ヶ月で対外債券投資っていうのが膨らんでました。ところが今年はですね、この出来高を見てもらうと本当にちょびちょびとしか増えてないんですよね。でそれも月末とか月初、要するに今年の年初のところでも大きく円高に行った時も年初に一時的に出来高が増えて、その後は3月の末のところに大きく出来高が増えて、で直近はどう見てるのは実は5月の31日月末の時なんです。ですからそれほど驚くほど円高になっても出来高が増えないということは、
皆さんが思ってるよりも日本の投資家さんの買いって強くないのかもしれないなというところですね。実際2019年の1月から4月の間は9000億ぐらいしか政府さんが対外債券投資としての統計値は出てないんで、まあ、去年の3分の1ぐらいの数字になってます、はい、ですからそれを見るとアメリカのこの初でのリスクオフといっても投資家さんが頼みの綱の日本の投資家さんが買いが出てこないとちょっとした拍子で円高に動くかもしれないなっていう状況になっているところですね。ですから、はい、フラッシュクラッシュまではいかないと思うんですけども、うん、非常にどちらかというと出来高が少ないということはちょっと円高リスクがちょっとやっぱりあるのかな、円安よりも円高リスクの方が高いのかなっていうのが、うん、足元の状況を示しているのかなと思います。簡単に言うとドル円の下支え役がちょっともしかしたら、そうですね、あんまりいないかもしれないな、うん、弱いかもしれないなと、うん、これちょっと我々の業界の個人投資家もちょっとそういう傾向がありましてですね、はい、やっぱりその先々の見通しちょっと円高っていう方が非常に増えていて、あ、はい、こうドル円の買いポジションを持とうという人がちょっと減ってるように見えるんですね。あ、はい、まあ、まして金利差が縮んでくるとなるとキャリーという妙味も失ってきちゃいますんでね、はい、でそういった意味ではそのドル買いの力というのは弱くなるかもしれないなと。でご質問でですね、はい、今回の結果を受けて年初来安値まで落ち込むことはあり得るでしょうかというご質問がありまして、はい、まあ、先ほどフラッシュクラッシュまではいかないとおっしゃっていましたけれども、はい、どうでしょう、今回の結果を受けてっていうことで可能性としては今回の結果を受けては僕はいかないと思いますね、はい、そこまでの円高の力はまだないんじゃないかなと思ってます。はい、というのは次のフリップをご覧いただくとあれなんですけども、はい、差は去りながらということで先ほども話出てましたけどもアメリカのその FF 金利先物から見た12月の利下げ確率っていうのを今これ出してます、うん、で青いラインのところをご覧いただくと、はい、これは現状の 2.25、2.5% というレンジの FF 金利が1回利下げをされる2% から 2.25% に下がる確率がもうほとんど 100% に近いところにいますわと。でその先の 1.752% 要するに2回利下げをするところももう9割型 90% に近い確率で予想されています。ってことはちょっとマーケット先走りをしているのかなっていうことも含めて、うん、そこまで利下げを織り込んでもまだ108円台なんですと、はい、でこれ以上さっきの数字は弱かったんですけどもこれ以上織り込むことって何なんだろうということがありましてですね、うん、下手すると先走ってる分だけ、まあ、今回弱い数字でしたけどもまたなんか強い数字が出て少しアメリカの経済そんなに弱くないんじゃないって見方が出てくるとポジション調整の動きが一回戻す力になってくる可能性があるかなという気がしますね。ですからそこまで、まあ、今回の数字で円高に行くかというと僕はないと思いますね、うん、ちょっと織り込みすぎな嫌いがあるといった感じですね。そうですね、そうですね、はい、ですんで、まあ、また僕の話に戻っちゃいますが、まあ、要するに中長期的に見ていくとこういったリスクオフの材料がどうしてもトランプさんが大統領で、はい、その来年の大統領選までいろんなリスクオフの話が出てきやすいんで、うん、まあ、今回ちょっと織り込みすぎかなという分で調整があったとしてもまたリスクオフということになるんで、うん、自分がさっき言ったみたいに110、115というレンジをコアにしてましたけども、うん、若干円高にシフトしている可能性はあるかなと。ただ基本的にはまだそんなに大きな力で動けるほど円に対する関心は世の中高くないですよっていうのがあるんで動きとしては非常にゆっくりなんじゃないかなというふうに思ってますね。ですから RSI で言って30を切るところで円買いをするとか70を超えたところで円を売るとかそういう取引は短期的に考えてもちょっと危険なんじゃないかなっていうのが僕の見方ですよね。なるほど、まあ、6月ということで今年後半の戦略を立てている方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、基本的にはじゃあ
円高方向によりつつ110円115円のレンジで動くという感じで、うん、多分110を超えていくと日本の投資家さんは買いに全く出てこなくなると思うんで、うん、上値はやっぱり切り下がってるでしょうねと、自分自身は110、115で年末12月にずっと立ててるんですけども、微調整して108、113ぐらいのレンジで見ておいてもいいのかなっていう感じかもしれないですね。ひょっとしたらもう少し下がってるかもしれないですけどね。僕はもうちょっと自分自身の見方はベースは動かないっていう見方をまだ維持してたいんで、はい、まあ、そこは慎重にしてたいなと思いますけどね、うんうん、なるほど、分かりました、はい、いくつかですねご質問をいただいているんですけれども、はい、先週からのドル安はドルに対して売られていた通貨のポジション調整と考えて良いのでしょうかというご質問が来ていますけれども、ドルの戻りですよね、はいはいはい、僕自身はある意味そういったところがあったんじゃないかなと、雇用統計の前にそういった動きが出てたんじゃないかなというふうに思います、はい、うんうん、それからですね、まあ、ちょっとお話は変わるんですけれども、メキシコとアメリカの関係は今後変わるんでしょうか、その関税の件を受けて変わるんでしょうかというご質問をいただいていました。関係が変わるかというと、トランプさん の、はい、やり方っていうのはとにかくなんですかね、相手が屈するまで、ないしは自分が都合悪くなるまで、うん、とりあえずやりますというのがスタンスなんで、はい、ただそれがある程度終わっちゃうと仲良くなっちゃうっていうか、うん、面と向かっては非常に、はい、あんまりひどいこと言わないっていうのが、はい、首脳同士の付き合い方みたいなんで、うん、国に対しての圧力は今後も続く可能性あると思いますが、うん、国同士が本当に関係が悪くなってっていうところまでは僕はいかないんじゃないかなと思いますけどね、うん、ですからひょっとしたら 5%、10% という可能性はあるかもしれないですけども、はい、一言言われているみたいに 25% とかですね、そこまで毎月毎月上げていくということがそのどっかの時点から始まるかというと、そこもそれもちょっとそこまでいかないんじゃないかなという気がしますね。なるほど。アメリカのと中国 の、 その対立関係のところちょっとかなりこう、ね、はいはい、激しくなっている感じがするんですけど、アメリカとメキシコの対立って今のところそんなにないんですよ。そうですね、はい、これすごく意外だったんですけど、メキシコのロペス・オブラドール大統領が、はい、大統領選の頃はね、反トランプ、もうトランプぶっ潰せみたいなこう感じだったのが、ね、いざ大統領になってみると比較的こう、はい、穏便派というかですね、そうですね、そこが一つメキシコペソにとっては救いなのかなという、そうですね、あと最近言われてるのがメキシコ の、 そのラブラドール大統領ですか、はい、あれがどちらかというとその移民に寛容な大統領なんで、うん、そこもトランプから見たら気に食わないという感じもあったようなんですが、うん、ただ最近どうも国境近くにそういった移民の人たちがアメリカに入れなくてたまってきている、うん、それが世情不安というか、メキシコの国内でも問題になりかけてるんで、はい、ちょっとメキシコのサイドもそのラブラドール大統領も少し動きが出てくるんじゃないかって言われてるんで、うん、なんかどっかでやっぱり接点を見つけに行くんじゃないかなという気がしますけどね。じゃあそこまで関係の悪化を心配する必要はなさそうですよね。うん、今のところは、ね、トランプさんのことですからね。そうですね。そうですね。手のひら返しがあっという間に出てきますので、はい、あともう一つ似たような質問なんですが、はい、安倍首相とトランプ大統領の関係は良好と言えるのでしょうかという、はい、ご質問もいただいておりますが、良好に見えますよね、まあ、他のあれから見て、首脳のあれから見ていったらやっぱり、はい、トランプさんから見ても頼りにしたいということなんだろうなと思うんですが、ただ政策と経済と政治っていうのは別物というふうにトランプさん考えている可能性が高いんで、はい、でそのライトハイザーさんと茂木さんのあれも来週また始まりますけども、はい、そこはまた違った対応になる可能性があることには注意必要だろうなと思いますね。そうですね、今月は G20 もありますからね、そうですね、はい、そのあたりも注目していきたいところですよね。そうですね、それこそ選挙のことを考えたらね、はい、個人的に仲がいいから日本だけ関税を負けてやるっていうのは多分選挙のマイナスしかない、そうですね、絶対ありえないですね。
そうですね、はい、むしろトランプさんがこの前言ったみたいにだから分かってよっていうところが、ね、だから日本早く返事をいい返事を出してっていうぐらい、仲がいいことを逆手にとって政策での圧力をかけてくるっていうのもありますんでね、はい、そこはもう別物として考えておいた方がいいような気がしますね。なるほど、はい、分かりました。というわけで、いろいろとですね多岐にわたってお話を伺ってきたんですが、今後 の、そのポイントといいますか、最後に、そのトレーダーの皆さんに、アドバイスなどがありましたらお願いしたいと思います。私の方から言えばやっぱりさっき説明したみたいに足元はずっとアメリカの理由で動いてますと、はい、それからアメリカの政策トランプのミクス、それから金融政策、うん、FRB の動きっていうのがやっぱり一番大きな材料になると思いますので、はい、ここを要するに経済データをしっかり見ながらと、うん、でアメリカが強いうちはトランプさんは非常に強気でいろんなところに手をちょっかいを出してきてプレッシャーをかけやすいと思いますし、はい、逆にアメリカの株が崩れたり、で経済が悪くなってくるとトランプさんがおとなしくなってくる、はい、でですから安心できないというのがあるんで割合と下がってきた時にはまた戻るパターン、要するにトランプさんがおとなしくなって株がそれを交換してまた上がってくる、で上がってくるとトランプさん今度は強気になって何か悪い話を持ち出すということがあるんで、うん、どことなく逆張りみたいな思考でいった方が、はい、いいのかなっていう感じもしますね、はい、あと最後にですね長年佐藤さんと一緒にお仕事をされていたということで、はいはい、佐藤さんとの思い出といいますかエピソードなどがありましたら質問にもですね佐藤さんってやっぱりすごかったんですかっていうご質問をいただいてますのでぜひお願いいたします。多分佐藤さんこの今場面を見てるんじゃないかなと思うんであんまり悪口言いにくいですね。いや、悪口言える材料がないんでということであれですけどまして師匠なんですよね、はい、僕が大学卒業してモルガンギャランティーというかJP モルガンの前身の銀行ですけども入って、はい、2年後に為替ディーラーしてさせていただいたのも佐久保さん のおかげで、うん先物 の方を担当してって言われて、やりだしたのも佐久保さん の指導のもとでということなんで、もう師匠ですんで、はい、そういった意味でも悪口は絶対言いませんただ、はい、非常にやっぱりあれですね強者というか、はい、なんですか向かっていく時の力っていうのは相当強かったですね。負けないっていうそういった気構えっていうのか、それも学びましたけどね、はい、それは非常に強かったです。ですからあと相手に対してなんですかね間違えたことをした時のやっぱり対応というか、はい、非常にその怒り方も含めてですけど、はい、そこはやっぱり見ててそばにいても怖いなって思ったこともありますし、ね、そんな怒るんですね。怒りましたね。こういった時もありましたね。そんなこと言ってるとまたお前余計なことを言ってって怒られちゃうかもしれない。いろいろとこう武勇伝があったということですね。まあそうですね。そういうことにいい意味で。わ、はい、かりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。